とちょっと祈りましょう。主よ、こんばんは。この聖会の最後の集会ですが、主よ、あなたは忠実にこの3日にわたって語ってくださっています。本当に感謝します。主よ、私たちが今晩あなたに期待して心を開いてあなたの声を聞き入れるように助けてください。私自身がそれを作ることはできないしようとするのが愚かです。しかしあなたはこの器でも用いることができますので、それがお願いします。そして私たちがあなたから聞いたことを心に留めて喜んでそれに従えるように助けてください。すべてはあなたのご栄光になるように感謝して、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。使徒の働き8章の15節から17節、これをちょっと、まあ、小林兄弟にちょっとお願いします。使徒の働き8章15節から18節、17節まで。2人は下って行って、彼らが聖霊を受けように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけて、聖霊はまだ彼らのうちに誰も下っていなかったからであった。そこで2人が彼らの上に手を置きと、彼らは聖霊を受けた。アメン。アメン。私が初めてカリスマ運動に触れたのが1973年だったので、その頃この聖句を何回聞いたかとちょっと言えないんですね。もう頻繁に聞いてました。これがはっきりと、まあ、バプテスマを受けた信徒でありながらまだ聖霊受けてないということが可能だと書いてます。どうしてと思うようなところもありますけどね。聖書の多くのところにもう救いと御霊のことはもう同時のこと、密着していることをいろいろ書いてるんですけどね。ヨハネの福音書7章の37から39、今晩が聖句がいっぱいありますけど、私がその一つ一つ読もうとすると絶対つまずきますので、小林さんを忙しくすると思いますけど、はい、ヨハネの福音書7章の37から39。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心を奥底から生ける水の川の流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下がっていなかったのである。はい、それも有名な箇所で、すでにこの聖句の中にちょっと触れてるんですね。そして使徒の働き2章38、39節、使徒の働き2章の38、39。そこでペテロはカヤに言った。それぞれ罪を犯していただくために悔い改めてイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。その約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にもも与えられていることです。これがもう素晴らしい約束ですね。本当に信じてバプテスマを受けて賜物として聖霊をいただく、
え？さっきのあのサマリアで起こったことと異なるんじゃないかと思えそうなところもありますね。エペソ人への手紙1章の13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。はい、信じたゆえにそのまま聖霊を受けた、その勝因、なんかここにハンコがポコーンとついてるけど、本当に頭でなくて心ですけどね。ああけど、あその勝因受けたね。そしてテトス書、あ三章の五節、この不義は前の時代には今のように人の子らによって知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されています。で、誰にもあの第一コリント12章に述べてる賜物を生かしてないから、あ地獄に向かってると思ってほしくないんですね。実はそのような教えをしている教会もあります。で、あ威厳を語らないと救われてないぐらいまでのことになってしまうんですね。それが大変な過ちです。けど、あここに2つのことが関わってくると思いますね。量と質で、あイエス・キリストが自分の救い主として心に迎え入れるときに、そのイエスの御霊によって宿りに来ます。あそれが御霊をここ救われたね、なんかアルコールの宣伝のようね、ああうまいそんな感じけど、あそうでもありませんけど、第一コリント12の13節、私たちも皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。はい、だからこれが飲んだという表現がそこにあるんですね。けど一回の飲んだことで長く満足するわけではないんですね。またすぐ乾くはずです。でイエス様が言ったように、御霊が信じる者の奥底から川のように流れ出るとも約束しましたんですね。だからコップ一杯でなくて、本当に川のように、あ量を測れないほどの量があり得るんですね。あけどもう一つのポイントが、人によって違うように現れることがあります。賜物が異なるとちょっと違うんですけど、あまあそれ関わってくるけど、誰にでも本当に聖霊に満たされてると御霊の実を表します。ガラテヤの5章の22-23節、有名な愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、これを禁ずる律法がない、ね、それ引用の方が早いねあけど、あそれを聖霊様が宿ってる証拠でもあります。だから正直、あの
霊的賜物を表してても、この御霊の実あんまり表してない人と会ったことありますね。それは本当に残念なことです。もう賜物をいただいたのに、それだけにして聖霊様と共に歩むことを忘れてる。だから本当に聖霊に満たされてると言いにくい。あ、一人一人に全く同じことが来るわけでもない。あの宗像氏のある姉妹が あそこのベテル教会の会員でしたんですけど、面白いことで彼女が西南女学院の第一卒業生でした。あの初回の卒業だったにかかわらず、それもあいうえお順で名前が名簿の一番でした。だから本当に西南女学院の第一卒業生だった。で後結婚した後にご主人がその、中学校の事務長もしてましたので、父が私の父がそこの学院長してた頃、それで親しかったんですけど、その後がですね、彼女がバプテストだったのに、そのベテル教会のペンテコステの方に触れて、オルソン先生などの指導の下でそこの大事な会員になりましたんですが、彼女がずっと異言を語らなかったんですね。だから残念ながら、いやあなたは聖霊のバプテスマ受けてませんと言われてた。なのに彼女ほど神の愛に満ちた人、私会ったことないんですよ。岡崎おばあちゃんと会うごとに、はあ、神の愛に包まれてるような印象でした。召された時に彼女によかったけど寂しいなあと思いましたね。本当に彼女が御霊による愛がもう驚くほど表してました。私がすでにこの聖会の中で私は聖霊のバプテスマを受けた時に何も感じなかったと話してる、まあ聞いてない人がいるかもんですけど、けどその3日後、全く見知らぬ人にイエス様のことを話してることに気づいて、あっと人の働き一章八節思い浮かんで、聖霊が望まれると力を受けます、そして私の証人になるということで、神様が約束通り私に聖霊バプテスマを与えてくださったことを確信できました。しかしそれは全く賜物の現れの伴わないようなバプテスマでした。もう聖霊の賜物が、これが私も読みましょうね。第一コリント12章の11節、しかし同一の御霊がこれらのすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。だから御心のままに私たちが他人の賜物を恨んだりいけない、ね、どうして私にその賜物がないのかというのがおかしいんですよ。
本当に御心のままに分け与えてくださるからね。けど私も異言の賜物をいただいた時が、主よ、異言が私をあなたに使いやすい器にすることであればくださいと祈ったらくれました。聖霊の賜物がトロフィーではありません。残念ながら多くのクリスチャンが、ほら私はこの賜物あるから私はやったねと、そんな態度を取ってしまう。非常に残念。自分でそれ勝ち得たものではありませんよ。聖霊様が御心のままに与えてくださるから。だからいただいたものを認めて、あ、これもくれたの？ありがとうと感謝の心で主に従ってそれを用いるべきですね。私がその第一コリント12に述べてる賜物が全部少なくて1回でも体験してます。幸いなこと、聖霊の賜物で死人を蘇らせることが載ってません。私がそれしたことない。けど人は癒されることも経験してますけどね。けどここに述べてる賜物が体験してますけど、必要の時に現れるんですね。それずっと私が、例えばずっと異言ばかり喋ってたら会話できなくなるね。おかしい。予言はありがたいんですが、常に主の御告げ、私に水をくれ。何？おかしいね。それもいつも表しているわけではありません。そのそれぞれの賜物が必要の時にキリストの体を養うために与えられるんですね。けどこの元の人の働きのところ、ペテロとヨハネがエルサレムから下ってきた時の話で、それは手を置いて祈ったこと。聖書の数箇所にその霊的な伝わりというかが手を置いて行われたということが載ってます。で、多くの教会がそれが安守霊式に絞ってしまうんですね。日本語にその表現になってるのがちょっと残念と思いますね。任命式ということだったら、それも牧師任命式になるのということですけど、手を置いて霊的な何かを伝わらせるということが、それが安守霊式に限りません。けどその中にまた絡まってくるのが、上下関係、安守礼受けてるものが上、受けてないものが下と思う時もありますけど、けどキリストの体の中でそれないんですよ。神様の御前では私たちの価値が完璧に平等です。役割が違う。どう？秩序といって組織的にもそれはありますが、牧師だからこの平信徒より神様に愛されてるというわけでないんですね。
だから私たちが、この偉い先生と思いがちですね。俺偉くないよそんなことを分かるべきですね。私は幸いなことを育った家によくお偉いさんが来てましたんですね。歴史の本に載ってるほどの人が私たちの家に泊まったことがあったんですね、私の子供の頃。そんなお偉いさんでも私と同じ人間と学びましたんですね。例えば近江教団のメル・ヴォーリーズさんがトーストが焦げた方が好きだったそんなこと、いろんなそんな小さなことでみんな同じ人間だ。使徒パウロの表現では土の器にこの宝がある。だからこの器にちょっと洒落たデザインを描いているのに、それがこっちの違うデザインのものよりこっちが価値が高いというのは、まあ今の世の中で書き絵物だったら高いけどねけどそんなことが神の御国にないんですね。だからこの ペテロやヨハネでなくても手を置いて祈ると価値があるんですね。実は受けたものを誰でもが与えることができます。日本の教会で牧師安修受けてないなら祝祷でもできないと思ってるところ多いね。何それ、人からの祝福でないよ、それ神様からの祝福です。どの神道でも神様の祝福与えるはずです。また聖餐式、主の晩餐が安息礼受けた者がいないとできません。それも何の和か、もう神道同士でキリストの十字架覚えてパンをいただき杯をいただき、キリストのその十字架を覚えてその復活を讃える、それどの信徒でもできるはずです。正直その説教になるつもりではありませんでしたけど私の新学生の頃、実は卒業後私があるチームと一緒にオハイオ州、テキサスからオハイオ州まで行って開拓伝道、これすごく皮肉ですよ。行った町が有名な伝道者が大学設立しました。オーブルン大学で、オーブルン市にありますけど、今はですねオーブルン大学が全国一番リベラルの大学です。残念ながら伝道師が設立したのにかかわらずね、そんな地域に開拓伝道に行ったんですね。で行く前に私の母の家、母が退職した時に孫の近くにいたかったからそのテキサスの方まで来ましたけどね。けど母の家でグループが集まってお互い足を洗って、そして共に
聖餐式を行いました。誰一人も安息礼を受けてなかったんですね。それが私の経験では最も深い聖餐式の一つでしたね。本当に主が共におられました。だから、今晩私はちょっと招きたいんです。もっと聖霊に満たされたい、もっと主の現れになりたいと思うなら、私は喜んであなたに手を置いて祈ります。私はすごいからではありません。逆に空っぽの器の方が適切だな。上から流れる方がいいですからね。けど主はこんな器でも用いてくださいます。だから、その招きをしたいと思います。ちょっと祈りましょう。主よ、私たち皆が本当にあなたに満たされて生活したいんですが、私たちが意図的にあなたのことを周りに流すよりも、ただ漏れるだけですぐ空っぽになってしまいがちです。どうぞ主よ、私たちが常にあなたの聖霊に満たされて、あなたの代表として周りの方々にあなたの福音を告げ知らせるものとしてください。すべてがあなたのご栄光になるように感謝して、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。